ピオーネシストは、ウガンダカンパラ出身のサッカー選手。デンマーク代表、FC ミッティラン所属。ポジションは FW。南スーダン出身の両親の息子として、ウガンダで誕生し、生後2ヶ月でデンマークに移住した。FC ミッティランのユースアカデミーを経て、17歳でファーストチームデビューを飾り、中心選手としてレギュラーで活躍した。 デビュー戦となったディナモブカレスト戦でハットトリックを達成した。2015年5月 FC コペンハーゲン戦で決勝ゴールを決めミッティランのスーペルリーが初優勝に貢献した。UEFA ヨーロッパリーグ2015から16決勝トーナメントのマンチェスターユナイテッド戦では2試合連続ゴールを記録した。2016年7月スペインのセルタデビー後に移籍した。 2020年9月5日、フルスの FC、ミッティランへの復帰が決定した。2014年12月に、デンマークの市民権を取得し、U-21 デンマーク代表に選出された。2015年9月4日の UEFA ユーロ2016、予選アルバニア戦で、デンマーク A 代表デビュー。2018年3月22日のパナマとの、 新善試合で代表初得点を挙げた。その後 2018FIFA ワールドカップのメンバーにも招集。ベスト16進出に貢献した。ありがとうございます。